こんにちは。この前、こんなコメントをいただきました。髪を何回も折って宇宙まで届かせてください。ということで、何回折ったら宇宙まで届くのでしょうか？調べたところ、地上から 100km のカーマンラインという境界線を越えるかが宇宙飛行とする目安で、JAXA や NASA も 100km から上空を宇宙としてるらしい。ので、今回は地上から 100km を超えたら宇宙とする。使用する紙は、一般的なコピー用紙、厚さ 0.09mm です。一辺の長さが 100m の巨大コピー用紙にしました。ルールを説明します。実際に折っていくのは難しいので、1カウントごとに面積を半分にし、高さを2倍にしていきます。右側の黒い紙は、面積を減らさずに高さだけ2倍にしていきます。ここに、折った回数と紙の厚さを表示しているので、ご参考に。お待たせしました。では行こう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。10回折ると約 9.2cm になったね。どんどん行こう。11、12、13、14、15。16、17、18、19、20。20回で約 94m。小さくなって見えづらくなってきましたね。21、22、22回でエッフェル塔を抜かした。23、23回でスカイツリーを抜かした。24、24回でブルジュハリファを抜かした。結果、人類最高の建造物は、紙に24回で負ける。25、26、27、28、29、30、お？31。宇宙に行った。せっかくなので月にも行きたい。32、33、34、41、42。結果、厚さ 0.9mm のコピー用紙を31回折ると宇宙に達し、42回折ると月に到達する。ちなみに、宇宙に達した時の紙の一辺の長さは 0.00004768372m でした。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。